こんにちは、しゅです。今回は付き合おうかなと思います。いや、今日皆さん最終回だね。激エブ。うわ、激エブだってすごい、私動画撮ってんの分かってんのかな。分かってるじゃん、チャーシュー。激エブ激エブ。うわ、どうしたの。実は犯人の、うわ、犯人流星に取られたんだよね。え、これ奪える。いや、犯人、いや、いるよね、犯人も。え、どうしよう。うわ、犯人もいるんだよな、相手。その日、結局、あの日、かわいそう、私、なんで。いや、みんな、いや、私、ちょっと考えがあるんだけど、いや、禁断の方法って言われたら、禁断の方法の方なんだけど、どうしよう、一回チャッシュのチャッシュ直すわ。寝ている間に犯人に顔に落書きされました。うわ、犯人最低だな、マジで。現場に思いをせめて伝えてよ。うわ、みんな一回やって、禁断の奥義やっていい。これセーブしないです、セーブしない。だから、うわ、消去にお金かかんの。有料かよ、お前。大型ゴミじゃねえか。なんてゲームだ。ありえねえ。うわ、みんなセーブしない、セーブしない。流星、流星、行かないで。ああ、淳、いや、みんなこれセーブしないからね。いや、みんな、みんな帰ってくるから、帰ってくる。なんでそれを思い出して、元太高すぎ。見て、このミーは子育て中なので消去できない。だってさすが主人公補正入ってるね。守るっていうの、チャラ男本名意外だぜ、チャラ男。守るものができたんだもんね。オッケー、コナン君以外全員、みんなこれセーブしないから。なんで恋愛マーク出たら確定演出よね、これ。恋愛マーク出たらすげえ心が痛いんだけど、このゲーム吐きそう今。罪悪感とプレッシャーで潰されそう。うわ、生き残りがこの主人公2人なんだ。あ、だいぶでかくなってる。この子名前なんて言うんだっけ。じゃあみんな恋愛マーク出るまで待ちますやばい、小室君と付き合ってたんだよね。これか、後で返すから待ってて、保護者。こんにちは。こんにちは。お母さんが好きな鮭。鮭の塩焼きでも食べてください。いただきます。どうぞ。ごめんなさい。お、え、誰勧めてくれんの。みんなフリーだよ。え、誰。あかりちゃん来ました。これは私操作しないからね。人工物のあかりじゃん、なんじゃんじゃんじゃいからね。天然物のあかりちゃん、一回別の人がいいにしてみるか。でも私あかりちゃんでいくね。うわ、ち、あら、だらんねちゃダメか。はい、ちゃん、あかりちゃん、還暦、還暦っていうの保護者本名、保護者じゃねえ、元女優ね。犯人ひな保護者。でも、あかりちゃん染まられたからね。あかりちゃんで行くわ。うわ、でもこれあれだよね。もともとあかりちゃんって恋人いなかったんだよ。なんで、これ付き合えば、実質あれだよね。なんていうの、男の子消したけど、関係なく付き合ってるってことだもんね。まあ、セーブはしないよ、何回も言うけど。私、流星に帰ってきてほしいもんね。お、私笑ってる。さあ、こっから喜んでる。ウキウキステップ来るかな。うわ、ウキウキステップ浮き捨て、浮き捨て、楽しかったね。うわ、また遊ぼうね。うわ、うわ、これ男消さなければ普通にいけてたのに。いや、セーブできねえよ、みんな消してるから。うわ、ちょっと悔しすぎる。付き合うことにな、マボ、いや待って、これ悔しいな。あかりちゃんフリーだってから絶対いけてたんだよ、男消してない場合。ちょ、みんな帰ってこさせようか、セーブしないで。お、チャーシューは浜便でかけてんだって。何してんの。え、
おい、びっくりした、砂食ってんのかと思った砂うますぎちゃという、怖すぎちゃ、アシュ一人でこれツイッターにあげられるよ、化け物なうって怖すぎるんだけど、チャーシュー。え、じゃあみんな帰ってくるわ。うおー、流星かと思ったら流星はいないんだよね。くっ、うわー、すごい葛藤。男を戻したい気持ちと、せっかく付き合えたから消した、いや消すわ、みんな。ちょっとみんな帰ってきた状態でちょっと粘ってみるわ。さ、おさあ、みんなイケメン戦士たち帰還してきたね。うわ、やっぱね、消せねえよ、君たちは。消せねえよ、お前らは。アローラ姉ちゃん、なんだ、アローラ姉ちゃん、確か博士と付き合ってたよね。結婚かな。キモ。は？博士にプロポーズ。何そのキモって。いいよ、プロポーズしといて。私の分まで幸せになってくれ。駅の遊園地、あ、全部で告白したかな。駅のホーム、遊園地、高級レストラン、遊園地にしようか。じゃあ遊園地は観覧車だね。観覧車で告白。前コメントでね、これシュウどこにいんのってコメントあったねいや確かにと思って、これ3人で見てんのかな、トリプルアクセルじゃん。うわー、カラスのこと考えてんだね、博士。早く、いや違う、まだ30のやつに早い、早くトイレ行け、お前は。あ、今行けないんだ。全然考えないじゃん。な、流星の銃像の上はトイレ行きたいのかよ。早く、全然考えないじゃん。あ、いや、起きた。遊園地楽しいね。そうだね。そうだね、なんだよね、いつも。トイレ違う。そこ。あたいなんだ、一人称。なんていうの、博士。喜んで。うおー、喜んでない。あー、出た。私どこにいるんだろう、これ。私も乗ってんのかな、 YouTube の撮影かな。観覧車で告白してみたみたいな。だからちゃんとカメラマンもいるんだろうね。おめでとう。アローラン姉ちゃん超いい人だね。てか私アローラン姉ちゃんのおかげで幻のあかりちゃんと付き合えたんだもんね。もう一回あの奇跡を踏ん張ってほしいな。あ、左上、私じゃない？あ、博士の頭皮か。左下。今、左下で、私、アフロあると思ったけど。わ、素敵。え、超素敵。泣きそう、嘘。うわ、私いるかな？観客に。いやー、いる。私のアフロが光ってるね。わ、みんな帰ってきて、君たちが、あ、ちげえ、お前、流星じゃねえか。うわー、いいね。いや、じゃあまだ諦めてないよ。なぜなら3人もいると思ったら怒ってんのかい、流星。誰だ怒ってんの。あ、ひなと喧嘩してんだ。頼む、シュウコ、私を導いて栄光のロードへ。こんばんは。お、ちょっと合わねえのかよ。うわ、やっぱモテで、なんで合わないの。相性バッチリよ。それなら仲良くしてみようと思います。チャーシュー騎士、おってなったじゃん。ちょ、上のチャーシューゲージ見るわ。どうなってる。あ、楽しいになってる。今敵がちょっと言ったからだね、相性抜群ですよって。よし、友達コレクションこれで終わりかな。チャーシューは遊園地に出かけています。だって、うわ、あかりちゃんいる。私の妄想の中で付き合えた。だから結果妄想で付き合えたから、まあ良かったんじゃないかなと思います。はい、いや楽しかったね、友達コレクション。最後みんなで写真撮ろうぜ。うわ、写真を撮る、いいね。あ、10人全員で撮れるんだ。私これ撮ってたっけ、過去に。覚えてないな。うわ、シンプルイエロー、グレー。あ、背景ね。え、背景どうしよう、ブルーでいくか。表情変えるだって。あ、これやったな、そういえば私。はい、ということで友達コレクションシリーズ完結かな。いや、すごい面白かったね。うわ、いい写真も撮れたし、終わろう。バイバイ。